はい、皆さんこんにちは。イエス・ユータです。本日はスカーティッシュについて、ギターを弾いていきたいと思います。イエス・ユータが喋る会としては、タブ譜では見れないような絶妙なニュアンスというものを皆様に紹介できればと思ってやっております。それではですね、バイザウェイのアウトロ部分、スカーティッシュのイントロ導入部分まで弾いていきたいと思います。はい、それではですね、 Dm、Am、Bb、この部分からやっていきたいと思います。でここの Dm のポイントとしては、最初5弦だけ弾いてます。その他の弦はミュートしてます。でアップピッキングの時に4321弦を弾いているようなイメージです。でここで途中途中にですね、カッティングが、この音が入ってきます。でここのカッティングの音をよく聞いていただければ、ジョンっぽくなるような気がします。聞こえましたか、この音ですね。はい、もう一回やっていきます。すみません、もう一回やっていきます。それをもう一回ゆっくり弾いていきます。で次にですね、高いコードに、でここも同じようなカッティングですねが途中途中入ります。ゆっくりいきます。でここの Dm のコードですね、人差し指10フレットで、薬指が12フレットになります。でここですね、メロディーが出てくる部分なので、メロディーによく気をつけながら弾いていくといいかと思います。これを全部一気に弾いてしまうと、ちょっとなんか雑音が混ざってしまうようなイメージになってしまうので、どこの弦を弾くかを意識して弾くといいと思います。でどこにメロディーがあるのかをよく聞いてください。この音を強調したいのであれば、最初は最初4弦と3弦を弾きます。で2弦と1弦を、でちょっと3弦を時々混ぜながら弾いていくようなイメージです。でここはですね、かなり優しく弾いてます。弾くポジションっていうのは、このフロントピックアップの近くですね、こちらで弾くと良いと思います。じゃあこれをゆっくり弾いていきます。
次 D マイナーに移っていきたいと思います。こちらは12フレット以降の D マイナーです。こちらですね、これを3回繰り返すんですけれども、1回目と2回目、まあ1回目と2回目と3回目ですね、こちらちょっと表情というか弾き方がジョンは若干変えているのが、ライブのパフォーマンス見ると分かります。で、1回目っていうのはどのように弾いてるかというと、コードをまあストロークするようなイメージで弾いてます。で、2回目からですね、ちょっとアルペジオが入るような感じで、全部ガツンとこう弾いてるようなイメージじゃなくて、なだらかにこうな、流れるようなアルペジオを弾いてるような感覚でジョンは弾いてます。若干違い分かりましたでしょうか。もう一回繰り返します。1回目、で2回目、若干なんですけれども違いますよね。で、このようにジョンは弾いてるんですけれども、おそらく当日は、感覚というか、まあこういう雰囲気で弾いたらいいんじゃないかみたいなのが多分瞬発的に出てきてるんだと思います。で、最後にこちらのコードに戻って、流れてきます。こちらは優しくコードを弾くようなイメージです。ここのちょっと難しい部分もう一回やります。で、スカーティッシュの最初のイントロ、まあこのリフなんですけれども、通常スタジオのレコーディングバージョンですね、8フレットの方を使ってるんですけれども、っていう風に使ってるんですけれども、スカーティッシュの時はですね、まあ、どちらかというと、まあ、低い弦の方を使ってですね、ちょっとオープンな響きになると言いますか。で、ここのポジションというのが、まあ、スカーティッシュの、まあ、スレンキャスするバージョンですねを弾くときには重要なポイントになるかと思います。で、こちらも1回目のリフはこちら使ってるんですけれども、2回目3回目以降になるとまたこっちに戻ってきたりしてます。これはちょっとわからないんですけど、多分からの距離が近いから2回目以降は戻ってるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけれども、まあこんなイメージで、まあでも最初だけはこういう風に来て、こうどんどん下がって下がって下がってっていう風になってるので、すごくまあ自然なのかなと思ってます。こちらで弾くと音がオープンで、8フレット側で弾くと音が少しまろやか、音の感じっていうのも、まあ、どこの位置で弾くかということで、まあ、ちょっと若干ニュアンスというかを変えているのではないかなと思ってます。それでは、もう一回最初から弾いてみます。
最後まで、聞いていただきましてどうもありがとうございました。それではまた。